お元気ですか、ボクシミです。今回はこのシリーカードをですね、総集編としてやっていきたいと思います。いろいろ集めまして、このね、シリーのカードは全部で5冊になりました。でそれをね早速紹介したいと思います。過去のねカードも出しておりますが、また新しいカードもいろいろと増えておりますので、よろしくお願いします。それでは早速ねやっていきたいと思います。まずは1冊目でございます。こちらがねファイターズのカードでございます。これねビデオカメラがね反射して映ってますけど、その辺はご了承ください。懐かしい選手もねいろいろと出ております。すでにね引退された選手、他球団に渡った選手も含まれております。その辺もねご了承ください。これ杉谷選手もね入っております。このチアリーダーの方もね入っております。でダルビッシュ選手もねいらっしゃいます。さっきね出ましたけど、現在はソフトバンクホークスに在籍している有原投手もいらっしゃいます。でこっからがですねソフトバンクホークスとなります。ちなみにね大英ホークスや南海ホークスも含まれております。で南海ホークスもね含まれております。でこちらがね西武ライオンズでございますが、西武ライオンズ勢の菊池投手でございまして、現在は楽天に在籍しております。でこちらね山川選手でございます。現在はソフトバンクホークスに移籍しております。ちなみにこちらね、松坂大輔投手でございます。元投手でございましたね。で、1冊目が終わりました。次2冊目いきたいと思います。それでは2冊目いきたいと思います。はい、西武ライオンズの鈴木でございます。先ほどね言い忘れましたが、森友哉捕手のカードも入っております。ライオンズ時代の、ね、カードでございます。現在はねオリックスバファローズに在籍しています。こちらからね千葉ロッテマリーンズでございます。千葉ロッテオリオンズのねカードもございます。小宮山投手が2つ、ね、手に入ってしまいました。でこれがね弟さんの方ですね、レオン・リー選手でございます。お兄さんがレオン・リー選手でございます ね最強兄弟でございました。でこちらがね、吉井現監督でございます。でこちらねオリックスバファローズでございます。近鉄バファローズ、阪急ブレーブス、オリックスブルーウェーブ時代もね含まれております。懐かしい阪急ブレーブスのユニフォームでございます。でこちらがねオリックスブルーウェーブ時代のカードでございます。で、これ楽天イーグルスのカードでございます。こっからでございます。
でここからねセリーグに入ります読売ジャイアンツでございます。でシコースキー投手ねロッテにも在籍した経験がございます。で2冊目は終わりでございます。次3冊目いきたいと思います。それでは3冊目でございます。で読売ジャイアンツの鈴木でございます。歴代の選手のねカードも揃っております。原監督等ですね、松井秀喜選手、アレックス・ラミエス選手で長嶋茂雄選手も入っております。でジャイアンツのチアリーダーでございます。でこれがね、岡本選手でございます。で中田選手もね含まれております。さっきね、日ハム時代の方もね中田選手もね入っておりました。現在はね中日ドラゴンズに在籍しております。でこちらね、言い忘れましたが阪神タイガースになります。阪神タイガースもね結構カードも揃ってきました。阪神はね結構ね助っ人外国人選手の確率がねなんか高い感じがします。で大竹投手でございます。これ1枚しかありません。ソフトバンクからね復活した投手でございます。こっちからね広島カープでございます。でこっちでね、広島時代の長野選手でございます。でカープもね歴代の選手もね揃っております。で3冊目以上でございます。次4冊目いきたいと思います。さっきね言い忘れましたがオリックスバファローズに在籍してた石川遼馬選手も入っておりました。続いて4冊目でございます。4冊目からはねいきなり横浜 GNA ベイスターズでございます。太陽ホエールズや横浜ベイスターズも含まれております。横浜はね結構ね選手多いです。なんと同じカードがね2枚出てしまいました。ここからがですね、ここからです。ヤクルトスワローズになります。ヤクルトも結構多い方じゃないかなって思います。
で、こっからね、中日ドラゴンズになります。あ、これちなみに平田元選手でございます。今はね、なんか会社経営やってね、令和の虎にもね、虎としてね、出演しました。はい、4冊目以上でございます。で、最後の5冊目いきたいと思います。はい、それでは最後の5冊目いきたいと思います。最後の5冊目は中日ドラゴンズの続きでございます。で、こちらね、楽天の、田中投手と、巨人の坂本選手、まだね61番だった頃のカードでございます。で、こちらね、新しく、プロレスラーのこれシーマ選手でございます。で、こっからね、さっきの先のプロ野球選手以外のカードでございます。で、こっちからね、始球式カードもね、増えていきます。もちろん、これは趣味でございます。ちなみにね、この始球式カード、直筆サインカードが、もし、出てたら、すごいね、価値のあるカードでございます。もちろんね、地球式カードが結構多く入っております。ダチョウ倶楽部のね、リーダー、肥後克広さんでございます。で、こちらね、カーリング女子のロコ・ソラーレの選手でございます。で、最後はこちらね、この向井初樹さんでございます。で、そろそろね、6冊目もね、そろそろね、行くんじゃないかなって感じがします。またね、今度は直筆サインカードの紹介をしたいと思います。第1回目はファイターズ編でございます。ファイターズもね、そろそろね、3冊目に突入しそうな感じがいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。